お願いします。あーいいな、いい、かっこいい。日本で一番うまい。どうもこんにちは、荒谷敦です。今ですね、あるところに来ておりまして、ちょっと今日はね、その様子をちょっと Vlog として撮っていけたらいいなというふうに思っております。で、今日は一緒にあの日本代表の福島選手が一緒にいるんで、福島選手の様子を撮ったり僕の様子を撮ってもらったりということで、ちょっと僕のオフの一日をね、あの皆さんに楽しんでいただけたらなというふうに思います。それでは、よいしょ。はい、ということでもう着替えてですね、スキー場に、着きました。福島君はラッセルをかぶってくれています。え、何年ぶりの？6年ぶり。6年、うん、滑れるか分かんないよね。いや、送別、じゃあ俺らが4年の時の送別スキー以来ってこと？そう。あ、じゃあ相当やばいね。この葉滑りからいきます。あ、じゃあまず第一難関のこのリフトの降りたところだよね。だから、あそこ一番怖いよな、こけるし、しかも止まるというか、こけると迷惑かかる。そう、リフト止まるから、うわあいつこけたみたいな感じになるっていう、それが結構辛いから、そこを気をつけていけば大丈夫じゃん。そうだね。とりあえずこの葉こけないのと、この葉と、うん、ちなみにですよ、ちなみに僕もラフェルス。いや、もちろんね、そこはね。なんかこれ大丈夫そう、これ1回目なのになんかすごい上まで行ってるけどね。まあ福島が大丈夫って言ったから行くんだけど、正座に転がります。じゃあちょっとその様子とかも撮っていけたらいいなと思います。恥ずかしい。じゃあ行きます。めっちゃ楽しい。はい、ということで、ちょっと滑り終わりましたけど、どうすか？めっちゃ楽しいよ。盛大にこけたけどね。いや、二人で結構盛大にこけてるんですけど、なんかこのフードちょっと濡れてんだよね、こけすぎて。雪入ってる、うん、雪入ってたからさっき。で、今、まあ、見ての通りゴンドラに乗っております。こんな感じで、すごい綺麗な景色。めっちゃボケてるけどね。ちょっと、じゃあ映してる。あ、オッケー。そうそう。はい。っていう感じで、すごい景色がやってて。いやー、今からゴンドラで、結構上まで行くね、これね。うん。なんか、上級者コースとかがあるみたいで。とりあえず上行って、ご飯食べる。そうだね。うん、お腹すいたし。スキー場といえば、カレーライス。やっぱり、はい、なんかゲレンデ来るとカレーが食べたくなるっていうこの謎の現象。いつもね、他のもの食おうと思うんだけど、結局カレーを食べちゃう。だからおそらくカレーなんですけど、安くね、ちょっと飯食って、そんなのいいよ。まあ、ちょっとご飯食べてちょっと休んで、なんか足とか結構パンパンで、パンパンで久しぶり。現在の気温は下はマイナス4度だったんですけど、あのマイナス11度ということで、そう。でもどう？思ったより寒くない？やっぱあの、あ、やっぱどこに来てますか？足は。足？うん。内転？内側だよね。なんかスクワットとかじゃないよ。感じで、ポークカレー、カツカレー。いや
で、カツカレー。はい、ということでカツカレーの大盛りにしたんですけど、相当多いねこれ。ね。本当いいじゃん。これはでかいぞ。やっぱスキー場価格でしたね。1600円ぐらいしましたね。これは移して食べるタイプなんですかね。じゃあ僕はこれをかけていきたいと思います。ビビ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 ビ、うわー、うまそうなんだけど、めちゃくちゃ。で、この余ったところはなめる。じゃあ今からカツカレーを食べたいと思います。皆さんにはこの絵を。おお、日本で一番うまい。なんかご飯カチカチかなって思ったら意外と美味しい。やっぱスキー場で食べるカレーはうまいね。一段とうまい。でもね、これ上がってくんだよね結構。だからマスクがカレーの匂いになる。多分自分に返ってくるやつが。スキー場あるあるはといえばこのペッタンモノカレーですね。どうしたってぐらい。かぶってたね。怪しい人。これ結構多いの。多くない？めっちゃ多い。僕はかけて食べるタイプなんですよ。でも福島くんはなんか作って食うタイプ。マジ？で、バーカーはキングフィッシャーっていう。キングフィッシャー愛が強い。え、なに？まさか？おお、ラッペルじゃん。さすがだよね。やっぱ着てくるよね。え、でもパーカー買ってないよね。次のコレクションの、まあこれもう多分これが出る頃にはもう出てるんだけど、次のコレクションのパーカーはめちゃくちゃ素材もいいし最高だから、ちょっとパーカーとトレーナーなの、トレーナーフードがない、だからそれをちょっと着てほしい。着ればこれいいってなる多分。めちゃくちゃ腹いっぱいです。めっちゃ汚い絵を見せてると思うんですけど、これ日体の学食ですか、ここマジで。ということで、お昼ご飯を食べ終わったので今からちょっとまた滑っていきたいなという思います。お昼ご飯食べたら眠くなるんですよね結構。でも僕らは滑ります。じゃあちょっとやっていくわ。じゃあちょっと見せて、一発。一発ですか。一発、うん、練習の成果。練習の成果。とりあえずな、うん、絶対にこける。絶対にこける。まあそれを求めてるの。さっきやってたやつ、うん、あ、盛大に焦げております僕。本当に
福島くんもさっき僕のを撮ってくれてたんですけど、それでクソ盛大にこけてます。もう手凍るよな。めちゃ手凍る。てかさ、俺らさ黒くなったよね。やっぱ黒くなったね、うん、ちょっと気持ちかもしれないけど、いやーマジでやばい。めっちゃ楽しいよ。でも楽しいね、うん、久々6年ぶり次は福島くんが回転をあのね、無理やろ。さっき福島くんにあの無茶ぶりで、あのなんか急斜面で回れみたいに言われてやったら、やっぱねチキンハートが出てしまった僕の。でもトモは今が回転初めて、グラトリっていうの初めてやるらしいやけど、いやちゃうよいや、やるんだよ。いや、さっきチキンったんでしょ。じゃあ今度はチキン内でもう一本行ってみよう。うん、いやマジで無理超怖いあれ。え、なんかさ一回さ俺さ板グワーって浮かなかった、うんちょ次トモがやるから。やだよ。いやちょっとあの平地というかさ、平地でやってみよう一回。俺があっちの足を取りました。すげえ急な坂です。ここでやってくれます。この方をやりますよ。皆さん期待してくださいね。え、盛大に。でも本番に強いからね。おっあ、おお。はい、おお。おお。来ました。おー、かっこいい。今から福島くんが回るらしいです。行った時にそうこけてる人おる。おー、いいね。そう、いい。そろそろ時間も迫ってきたのでラストランということで、はい、寒いし寒いね。めっちゃ今雪降ってるんですよ、ね、いきなり雪降ってきて僕らも帰る時間なんで、ちょっとラストどうやって滑ろう。ラスト最初はちょっと緩いとこはターンというか、あのジャンプというかグラトリして、、うん、あの最後の方は普通にわーって滑って、ね、勢いであそこまで行かないといけないから、とりあえずラスト行ってきます。行きます。よし、おお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 おわっ、ちょっとね、一時間やばいでしょ。頑張って。でもなんかさ、だって、あ、手とかさ、キモいっしょ。よし、なんかもう、じゃあ、ちょっと頑張ってる感なしで、だってやってみろ、やってみて。ゆるーくお願いします。あ、いいな、いい、かっこいい。今のはよかった、よかった。締め終わり。いや、楽しかったね。クレープ買ったな。糖分があんなにカレー食べたの、うめえ。何それ、チョコ
ココバナナ安定、うん、人気ナンバーワンいやー疲れましたね、まあ、今日は、うん、僕のオフの一部をちょっと見てもらいました。皆さんどうでしたか。またこういうオフを撮っていけたらいいなと思います。この動画いいと思ったらコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。